日本で最も美しい村、北海道美瑛。新しい土地で始めた第二の人生。本気で言ってんのかよ、石部なんて。ゆっくり少しずつ、時間はいっぱいあるんだから。これ預かってたの？あっちゃん、この手紙を読んでいるということは、私はもうあなたのそばにはいないということですね。亡き妻から届いた手紙、それが彼とそこに集う人々を新たな人生へと導いていく。塀を完成させたいんだ、涼子のためにな。That's the time you must keep on. 思いは積み重なり、やがて希望となる。北海道の四季とともに描く珠玉の愛の物語。大切な人へ、残したいものは何ですか？愛を積む人。あっちゃん、ありがとう。